西ベンガル州におけるクーチビハール県の位置、クーチビハール県は、インド、西ベンガル州に属する県。県とは、クーチビハール。県の南部は、バングラデシュとの国境となっている。国境地帯には、双方の飛び地が散在し、長年にわたって、非常に錯綜した状況が続いていたが、2015年に、領土交換が行われ、ほとんどの飛び地は解消された。 クーチビハール県庁級王級県名は、州都クーチビハールから取られている。クーチあるいはコーチはこの地に暮らしていた、チベット系、ビルマ系といわれる部族、コーチを示す。ビハールは、サンスクリット語に由来しており、コーチの王が散策した場所であったことを意味する。4世紀から12世紀にかけては、カーマルーパ王国13世紀からは、カーマタ王国の領域となった。 その後かまた王国では、高知族の指導者が台頭して、コマチュワルの称号を称し、1515 15年に、高知朝が始まった。高知朝は二代目のナラナーラーヤン王の下で、最盛期を迎え、現在のアッサム州の一部やバングラデシュ北西部までを、勢力下に収めた。ナラナーラーヤン王没後、王国は東西に分割され、ナラナーラーヤンの息子が、 西部のクーチビハールを、オいの政権が東部を治めるようになった。やがて、ムガル帝国がこの地に勢力を拡大すると、クーチビハールは構想の後侵入。一方、東部に独立したオいの政権は滅ぼされて、アーホーム王国に組み込まれた。この時の東西の境界線は、現在の西ベンガル州とアッサム州の境界線の起源となっている。その後、クーチビハールは、 ブータンの侵攻を受け、1680年から1772年にかけて、ブータンに侵入していたが、プラッシーの戦いを契機に、イギリス東インド会社の影響下に入り、イギリス統治時代には、藩王国に位置づけられて、クーチビハール藩王国となった。現在も、クーチビハール市内には、バッキンガム宮殿を模して1887年に建てられた王宮が残る。 1947年8月のインドパキスタン分離独立後、1949年8月28日の協約により、クーチビハール藩王は主権をインド自治療政府に譲渡し、9月12日インドの一、州となった。1950年1月19日、クーチビハール州は西ベンガル州に並行され、その一県となった。ありがとうございます。